はい、だからまず最初はですね、で自分と伴侶とか自分と重要人物出してよ。自分だけ出さない。同じ要領で相手の人のやつ出せばいいし、そういう重要人物だったら誕生日ぐらい知ってるはずでしょ。その誕生日知ってないと重要人物にしないでくださいね。そもそも定義がおかしくなるからね。出せました？相手のやつをまだ出せてない人で手挙げて。あ、まだいない。ちょっと待ちますね。はい。自分のやつと相手のやつと両方出してくださいよ。今星たくさんを見ることは求めてませんから、2つで十分ですからね。大体できました？まだダメっていう人いますか？大丈夫そう。はい、じゃあ次いきますよ。次は、はい、さっきやったやつをさらに組み合わせればいいんだけど、だからやることは実は簡単なんですけど、はい、で組み合わせが苦手というか、あの GHQ の教育を受け続けている日本人はもう、ね、ここの組み合わせがもうチップカムになってきます。どう考えたらかよく分からなくて、もう解を解くっていうか方程式一つ解いていくしか頭ないわけよ。だからここ困るんですけど、こう太陽と月があります、そしたらこの星がありますってなったら、まずはね多分4元素でやった方が楽だと思います。5行よりも5行は多分混乱するから4元素でやればいいと思うんだけど、それが少し慣れたとかできそうだという人は今度、はい、こっちで考えたりとかもして、でここに出てくるはずなんですよ、星が。この星の組み合わせがあるはずだから、で相性があるはずでしょっていうところで、それと相性がいいか悪いかっていうことを自分なりにまず考えてみてください。例えばうちで言うと、私はいてたでしょ、で私こういう天秤座じゃないですか。でまあ、実際に私の嫁さん水亀座で、ここが相手座なんですよ実は。だから別になんかいつもこれ言うたびになんかのろけだとか勝手に言われますけども、一応これだと相性めちゃくちゃいいことなんですね。はい、でこれほぼ立体になってますから、風ひい風になってますから、はい、そのまま、ね、もう丸出しで逆転してるそういう感じになりますので、はい、実際にはだから余計この人影の帝王だなみたいなっていう風にも取れるわけなんですけれども、はい、だから表向き太陽だけは相性が悪いとか相性がいいって言ってても、実はそうでもないっていう場合が結構ありますので、はい、そういうのをまずは考えてみるっていうところからいくんですね。で自分なりにまずはですね、その4つ情報があるわけじゃないですか、はい、でできれば誕生日もあった方がいいですね。誕生日が寄ってたりとかすると、その寄ってるっていうことは星が2つの2つみたいになってる可能性があるから、そうするとますもそれだけで混乱してくるでしょっていう感じですけど、それをまあちょっと頭に置きながら、その2人の相性を皆さん自分で文章に書いてください。文章にするんですよ。私は太陽星座は何で、なんとかの人は太陽星座が何だから、この相性はこうでこうなんでみたいな話でしょ。でも例えば月っていうのは、例えば夜の顔だったり女性性だったり、そういうのを表すから、で表向きはこうだけど実はこういうふうな関係性になるだろうって、これだけの組み合わせがどんどん出てきますよね。っていうのをまずはですね、勉強するというか理解するために自分で文章化するのが一番練習になります、はい、なんとなくみんなやるんですよ、はい、なんとなくでやるの、慣れきってんのっていうことだから、でそれをまず書くとこまでいきます。そこで書くとこまでいったら、それからが本番で、今度隣の人にその関係性を見せてですね、文章を見せて、そこから殴り合いをするっていうことですね。はい、殴り合いします。はい、いや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 みたいな、いやこれ星はこっちで、これ星はこの天体はこの組み合わせなんだかってことは、こういう風になってんだから、いやこうやって書いていく、これは全然嘘です、こういう風になってこういう風になってこういう関係性じゃないとおかしいでしょみたいな、そのツッコミをして相手を殴り倒したら勝ちです。はい、グーの音が出ないんじゃない。だから自分も自分のことをちょっと客観視して見れないと殴り倒されちゃうから気をつけなきゃいけないですよ。自分の感情はこの場合あまりいりません。星が示してるものをちゃんと理解しないといけないよ。まずは自分で自分のやつやってください。その後に隣の人とやり合ってください。だから今から5分ぐらい自分の時間でそれを書いてみてくださいって思います。はい、やってみましょう。